カーティス・パーチは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、マーセド郡マーセド出身のプロ野球選手。ウトを右藤右ち。現在は、フリーエージェント。2005年の MLB ドラフト49巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名されたが、この時は入団せずマーセドカレッジへ進学した。2007年の MLB ドラフト26巡目で、シンシナティレッツから指名され、 6月12日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッツで、プロデビュー。5試合に登板して0勝0敗2セーブ、防御率1.29、4奪三振を記録した。7月から、パイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスでプレー。12試合に登板して1勝0敗1セーブ、防御率3.29、22奪三振を記録した。 2008年は A 級デートンドラゴンズで33試合に登板して5勝11敗、1セーブ、防御率5.00、74奪三振を記録した。2009年は A 級デートンで開幕を迎え、5月30日に A 級カロライナマドキャッツへ昇格。1試合に登板後、6月に A 級デートンへ降格。 A 級デートンでは19試合に先発登板して8勝7敗、防御率4.67、77奪三振を記録した。8月に A 級サラソタレッツへ昇格。7試合に先発登板して3勝2敗、防御率4.35、25奪三振を記録した。2010年は A 級リンチバーグヒルキャッツと AA 級カロライナでプレー。 AQ リンチバーグでは28試合に登板して7勝11敗、防御率4.98、96奪三振を記録した。2011年は AQ ベイカーズフィールドブレイズで21試合に登板して6勝11敗、防御率5.25、93奪三振を記録した。8月に AQ カロライナへ昇格。7試合に先発登板して2勝2敗。 防御率6.92、33奪三振を記録した。2012年は A 級ペンサコーラブルーワフーズと A 級ベーカーズフィールドでプレー。AA 級ペンサコーラでは45試合に登板して7勝4敗、6セーブ、防御率4.73、64奪三振を記録した。オフの11月20日に、レッツとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。 2013年3月16日に、トリプル A 級、ルイビルバッツへ配属され、そのまま開幕を迎えた。6月8日にメジャーへ昇格し、翌9日のセントルイスカージナルス戦で、メジャーデビュー。6点ビハインドの10回表西から登板したが、数止めのマットホリデーから本塁打を打たれ、0.1回を1安打1失点だった。8月3日に、トリプル A 級、 ルイビルへ降格の後、ロースター拡大により9月1日に最昇を隠した。この年は14試合に登板して0勝1敗、防御率6.17、16奪三振を記録した。2014年3月14日にトリプル A 級ルイビルへ移動。3月30日にメジャーへ昇格し、開幕ロースター入りした。開幕後は3試合に登板し、4月19日にトリプル A 級 ルイビルへ降格。5月1日にメジャーへ再昇格した。その後は何度も昇格と降格を繰り返した。この年は6試合に登板して1勝0敗、防御率0.00、6奪三振を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2015年に1月14日にジャイアンツとマイナー契約を結んだ。シーズンではメジャーでの登板はなく、 参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツで48試合に登板して1勝3敗1セーブ、防御率3.53、脱三振を記録した。オフの11月6日に FA となった。2015年11月20日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年の開幕は、 参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンスで迎えた。6月4日にメジャー契約を結んで25人枠入りしたが、この時は登板機会がなく8日に AAA 級インディアナポリスへ降格した。その後6月18日に再昇格して、翌19日のシカゴカブス戦で2年ぶりにメジャー登板するも1死も取れずに3失点を喫した。6月26日に リーフとなり、7月3日に40人枠を外れる形で AAA 級インディアナポリスへ配属された。8月6日に再びメジャー契約を結んだが9月6日にリーフ、9月9日に40人枠を外れる形で AAA 級インディアナポリスへ配属された。その後、10月3日に FA となった。2017年4月5日に 独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約し1年間プレイした。ありがとうございます。